コウモリ人間はミヤガニアイランドだ。奴を捕らえて血液サンプルを採取し、正体を突き止めよう。アルフレッド、今送った血液サンプルを分析してくれ。かしこまりました。今一致するものがないか検索中です。どうやってサンプルを入手されたのか存じませんが。ああ、出ました。この血液はかなり変異していますが、該当者あり。カーク・ラングストローム博士です。ラングストローム博士がゴッサムで使っている物件を探してくれ。かしこまりました。ああ、博士とその妻が中華街に地下研究室を借りております。住所を送ります。あの生き物はかつてのカーク・ラングストローム博士だ。変身したのには原因があるはずだが、彼の研究所で答えが見つかるかもしれない。お気をつけください。奴は馴染みのある場所に隠れるはずです。奴がブルース・ウェインだと知って何かを失った気がする。サンタクロースが酔っ払いのおっさんだった時みたいにな。
コンピューターがある。何かわかるかもしれない。ラングストロームの研究結果はこのコンピューターにある。解毒剤を作る方法がわかるかもしれない。マンバットのゲノムサインを分離して、ラングストロームの DNA から取り除くんだ。DNA サンプルができたぞ。あとはこの薬を飲ませるだけだ。アルフレッド、ラングストロームの研究所で治療薬ができた。あとは彼を探す。潜伏場所に心当たりは？自分を制御できていない。神出鬼没だ。ブルース様、この町にお詳しい。見つかります。解毒剤は投与したが、まだ足りない。奴を探し出して再び与えなければ。
死体に戦車大規模避難、夜のごっそは大好きだ。ホーリーはバットの後を追ったのか。そいつはいい。俺もいろんなものを見てきたが、彼は大丈夫か？体をな。フランシーは、どこだ？彼女は死んだ。まさか、そんな。私は何をした？血清で自分を制御できなかった。私は何をした？この手で何をしたんだ？フランシール、フランシール、私の愛するフランシール。光あれだぞ。